韓国ドラマを見ていると、いつも王の周辺に腰と表を下げて立っている緑の服の家臣たちを見たことがあると思います。彼らはどういった人々でどういった仕事をしたんでしょうか こんにちは。モゴモゴ입니다。彼らの名前は、ファン관、ネガン、ネシなどで呼ばれていましたが、ここでは皆さんがドラマでよく聞いたと思うネガンで呼ぶことにします。彼らはいつも王のそばで、王の敬語や雑務を担当しました。昔の絵を見ても、グムと散歩に出かけた時も、王が怒っている時も、王がお風呂に入る時も、 王が危ない時もボーディガトのように、いつも王から離れることはなかったです。まるで王うの巣とか砂岩みたいですね。しかし、砂岩と違うところは、ネガンたちはとにかく必ず王の味方だということなんですけど、こうやっていつも王のそばで王を保佐するあのネガンたちは、宮殿の中に女王たちが多いという理由と、陰と陽の調和を守るという理由で、 男の大事なところを切り取りました。つまり、霊癌になろうとしたら、男を諦めないといけないことです。しかし、こういった手術は、医学技術が発展した、現代でも、難しい手術と言われていますが、なので、実際には、自己による、または生まれつき、そして、自情により、または、自ら、他人により亡くなった場合がほとんどでした。こういった霊癌は、 朝鮮の場合は中国の文化の影響を受けたと言われていますが、実際は中国以外にも昔のヨーロッパのローマやアラプの各国でも、ネガンのように男を諦めた家臣たちを見つかることができると言われています。こういった朝鮮のネガンは実際に140人もいたと言われています。さらにびっくりするのは、中国は民の時10万人のネガンがいたと言われています。やっぱり規模が違いますよね。 ネガンたちは実際に男性を象徴する部分がなかったため、周りから笑い者になることが多かったんですけど、反対に言うと、普通の貴族がネガンを求める場合があまりなかったため、むしろ一般民たちにはいいチャンスでした。ネガンたちには屋敷が提供されるなど、待遇が悪くなかったからですよ。しかし、だからといっても誰でもできることではありませんでした。いつも大野隣でたくさんのことをやったため、知識が必要だったからです。 ネガンたちは王の隣で次のようなことをしました。まずは王の話し相手。王の資産管理。王の食事管理。王のペット管理。王のメッセンジャー。つまり王の秘密、丸分かりですよね。だから知識がなければできない大事な仕事でした。 そして、ネガンたちも結婚が可能でした。いつも、王の隣で全ての丸分かりのネガンが、家族がなくて、父に関心を持つことになったら、他の貴族の立場では困りますので、むしろ結婚をお勧めしたようです。実際の記録によると、半分以上のネガンが結婚をしたと言われています。 しかし、妊娠はできなかったため、養子を入れました。こういった養子たちは、お父さんの霊緩の骨を利用して、官職に働いたり、またはお父さんと同じく霊緩になったりしました。お中国では、皇帝の最側近霊緩の養子に入って、官職に上がり、国まで建てた曹操が有名ですよね。 こういったネガンたちのまた面白い特徴があります。朝鮮の一般の民の平均寿命は47歳。貴族のヤンバンは56歳ですけど、ネガンたちは平均70歳まで生きてたと言われています。素晴らしいですね。そして、王の平均寿命は46歳でした。意外と短いですね。王の寿命が短い理由としては、カロとストレス、運動不足と言われています。ネガンたちはいつも王のそばにいるんですが、 年を取ったら引退をして、年金をもらいながら生活したと言われています。宮廷の中には、ただ王族だけ死ぬことが許されたからです。この時に一つの壺も一緒に持っていきますけど、この壺は初めて寝顔になった時に、切った自分の身体の一部が入っていると言われています。死ぬ時にこの壺を持っていると、次の人生に健康な男として生まれ変わるという当時の考えからだと言われています。 ドラマを見ていると、ネイワンたちの洋服は何の模様と絵もないんですが、実際この服装は間違っています。 多分、ドラマでは主役たちに視線を集めるためにわざとそうしたかもしれませんが、昔の絵などを見てみると、もうみんな胸に模様や絵があるのがわかります。こういったネ眼ワンの姿が見たい場合は、ドラマ、オート私をおすすめします。服装の再現率も公平でして、ネ眼ワンの始まりと終わりをすべて見ることができます。または、軽いロマンスドラマがいい場合は、雲が描いた月光をおすすめしますね。いつもの韓国のロマンスドラマですね。 最後に言います。今日はここまでです。ドラマを見てみると、いつも見かけるネガンたちなんですけれども、普段どういった仕事をしたのか気になったんですよね。これで何かわかりましたか今度、また新しいテーマで皆さんを伺います。今日もありがとうございました。ロブン、あんにょ